上がるな、上がるな、上がるな。頼むから上がるな。よしよしよし。いいぞいいぞ、引っかかってろ。あっちに置いちゃったら。うわ、お願い、来ないで、来ないで、来ないで。ほい、これで多分上がれなくなるんじゃない？来た。俺もしかしてあいつ助けちゃった？うわー、やばいわ。あいつマジやばいわ。あいつの火力半端ないんだって。あ、やった！やったやった！めっちゃ簡単に倒せた。ラッキー。ラッキーラッキー。これもしかして最初のように越せるんじゃない？この調子でいったら。もしかして初めて最初のように越せるの。ちょっと待って、怖え。怖え。怖え。入り口本当にこっちしかないよな。これで2箇所ありましたとか言った俺嫌だけど。めっちゃ壊してる音する。あ、よし。今のでバレたりして。これで多分登れなくなったはず。1、2、3。よしよしよし。今回こっち拠点にしましょうか。で、ピッケルがもうあるんで、このブロックダメージ0.3か。これ壊せんのかな？石とか。どうなんだろう。わかんないな。いや、壊せないかもしれない。どうなんだろう。今の自分の中のイメージでは、あれなんだよ、ブロックごとに壊せる値が決まってる気がするんだよね。あ、でも、石相手だったら壊せるのかな、0.3でも。なんかブロックに防御力がありそうなイメージだったんですよね。だけど、もしかしたらいけるのかな。こうすれば多分、登ってこれないでしょう。登ってきた時のために防衛線どっか張っとこうか。あと2個か。ちょっとあれ作りたいよね。あ、今回弾も何も拾ってない。どうしよう。カラビンとか拾ってないの？しまったんだっけ、こいつに。あ、殻がない。どうしよう。フードストレージで瓶使っちゃう？もったいないな。バンテージなんか作れないかな。あ、バンテージいけなかったっけ？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、バンテージ。コットンは確かね、いっぱいあるから、ある程度作れると思うんで、これで。作れる。来てる来てる来てる。来てるけど、登れてない。いやー、この前にあれなんだよね、俺。バグで登れたから怖いんだよね。あんな感じで登ってこられたらアウトだもんな。18時か。とりあえず、どこにいとこ？こっちにいとけばいいかな。見えるとこにいときたいよね。OK、これでいいや。これでストレージを設置して、ストレージどこに置こう？こっちでいいか。ここを拠点にするとしたら、ストレージこっちでいいな。とりあえずこれに、ようわからんもんしまっていきましょう。あ、缶！あった！灯台元暮らし。缶目の前にあった。え？後ろ来てないよね。来てないね。よしよしよし。オイルとか。このシンダーブロックっていうのが何に使うかまだわかんないんだよね。あれ、この前 SOD って土みたいなやつ、
肥料だと思ってたんですけど、翻訳してみたらあれでしたね、芝生って書いてあっただから多分あれ肥料じゃないですね、堆肥みたいないい土かと思ってたんですけど、ただの芝生っぽいですね、あれだったら。だから普通の土に植えていきましょうか、今度からは。でどうしようかな、何しようかな。鍋あるね。鍋と水があってフォージがあって、もしかしたらこれいけるかな、いけるかもしれない、いけるかもしれないぞ今回。しかもこの場所って意外と犬入ってこないし、アンチじゃない、アンチかもしれない。上がるときにちょっと苦労しそうだけど、失敗したら。でどうしよっか、石がある、フォージ作る、かまど作る。水の沸かし方分かったもんね、この前ね。で水目の前にあるから、食料コーン畑で加工してガラス瓶であれ作って、どうしよっか、キャンプファイヤーいらないな、弓作っとこう、弓忘れてた、弓、どこだっけ、クロスボウボルトじゃなくて、あれ足りない、あ全然木の棒足りない、草も足りない、草確か2個必要だもんね。失敗したな。どうしよう、木の棒は木から作れるとしても草が足りないな。コットンで防具作りましょうか、ちょくちょくと。これでね、あーでちょっと1個だけ抜いとくか、コットンの種が欲しいんで2個でいっかな。あ投げちゃった、2個コットンの種にして、あれあ、できたコットンの種にして、でね、問題ここにいるのはいいんだけど、朝なってどうやって下降りようか、矢がないのはきついかもしれない。あ、こっちが危ない、これだ。どうしよう、出血した時のために、念のためにバンテージ2つぐらい作っておこうか、もう先に。最初は死なないのが本当に目標だから、死なないで行きたいですもんね。だから薬も持ち歩いて、バンテージを持って、7日間か、長いな、7日間生き残るの長いな。コーンシード、うわなんかうなってる、骨折った時のやつか。ブーツ、アーマー、グローブは持ってるからいいんだ。フード、これ作っとこうか、フード。いやでも出てこないアイテムってどこだろう。グローブまだ一回も拾ってなかったのに今回出たもんね。ブーツかな、ブーツとパンツ、ブーツだな、ブーツ拾ったことないかも。ブーツ先に作っとこう、ブーツ作って、で帽子も作っとくか。もう作れるのはね、防御力気持ちでもいいんで上げときたいですもんね。よし、これでいい。うわ、地下ビビった今、うん、やめてよやめてよ、こんな格好で歩いてたのかよ。よいしょ、すげえ、ハンドの防御力すげえ、42って、え、そんな強いのこれ、アイアングローブ
グレートアイアングローブじゃん。やべえ、もう絶対腕壊されないじゃん。犬に噛まれても痛くないみたいな犬って腕から噛んでくれるのかな、どうなんだろうね。警察犬じゃないから腕からとか関係ないかな。なんかないか。木でどうしよっか。フォージも作っちゃうか。松明立てとこよ。松明ってどうなんだろうね。敵ゾンビ松明目指してきたりすんのかな。そんなのあったら嫌だけどな。どうしようどうしよう。1本使って1本フォージ作っときましょう。もう先にこのパイプ使い切っちゃう前に。フォージどうなったっけな。パイプ1本と石がいくつかだったと思うんですよね。あった。あ、こういう形だ。フォージでこの前あれが作れるのが分かったんで、何でしたっけ、空き瓶、ガラス、ガラスを使って空き瓶が作れたんですよ。空き瓶作っちゃえばもう水汲んで、そう、水汲めるのも前回分かったんで、水汲んでバケツで水持ってきて水汲んで、なんかいろいろ料理とかもやりたい放題なんで、今回はこのガラス集めるのがちょっと重要になるかもしれないですね。どうしよっかな、どこに作ろうかな。このね、工事とかやってる時に敵が入ってくるのちゃんと見える方がいいんで、ここがメインかな。そうだね、ここメインだね。お、びっくりしちゃうよこれ。あ、自然に消えるんだあのブロック。なるほど。よしよし、コーンで、どうしよう。どうしようかな。このブロックが1個。ガンパウダーが6つ。こちらも回収。今回収しなくていいか。で、鉄。これから鉄の塊取れるんだけど、1本しかないうちもったいないんだよな。あれ？ブロックダメージってあるじゃん、これ。これで穴開けれるのかな？これ装備してみる？もしかして、もしかする？武器じゃん、これ。武器になるじゃん。あ、そういえばこのクラブは？7あるダメージが。You are bleeding out。ブリーディング効果ついてんのね。プルウェス。あ、これも最高級のクラブだね。修理するのにメタルストラップが必要だけど。でもダメージさ、こっちの方が強いんですけど。え、これ、これいいじゃん。これで壊せんじゃん、ガンガン。ブロックダメージ1あるもん。下手な斧より強いんじゃない？あ、そんなことなかった。ロックダメージ 1.18 だ。ちょっとこれ期待できるかもしれないね。いいね、いいね。これちょっと持って歩いてみよう。耐久度がないのが強みです、きっと。武器になるなら、ありかも。よし。で、鍋か。鍋も拾ったんだね。で、ラジエーター、アニマルハイド。そうだ、レザーストラップ作れるようになりたいね。レザーストラップが作れれば、あれが作れるんですよ。クロスボウが。確か。どこだ。クロスボウが、これだ。ほら、レザーストラップ。ストリップかな？ストリップかもしれない。ストラップ、ストリップ、リップだね、多分。レザースト、あ、で、あと鉄も必要なんだ、フォージドアイアン。でも今回これがあるんで、
鉄は簡単に作れちゃいますね。なんで、とりあえず木の作っとこうか。木から作れるのなんかないかな、いいもの。あ、切り替えちゃったか、今止まっちゃった。あ、バグった。待って、インベントリ系のバグ多いね。ちょっと怖いわ。作ってる途中にアイテムは選択しない方がいいな。あ、ピストル。え、なんで？そうだそうだ。ピストルの本読んだからだ、きっと。緑色になってるから作ったことあんのかと思った。あ、草3つだ。2つじゃなくて。草3つですね。矢作っときましょうか、先に。矢を作れるだけ作っといて、4つしか作れないけど。で、この缶詰とかは今はいいかな。で、ウォーターは今から重要になるんだよね。これをこっちに置いといて、これでいいか。あ、そっかそっかそっか。お、いいですね。7時。朝ですね、朝。ちょっと周り見てみましょうか。大丈夫かな？このままジャンプってできるの？あ、できるんだ。しゃがんだままジャンプってできるんだ。そっかそっか。いいね。そしたらどうしようか。とりあえずこのコットンシードを周りに植えていきましょうか。耕さないといけないのかな。バンテージ、これもいいや。こっちでこれ修理しとこっか。でもな、どうしよう。今から鉄作れるもんなもん。この0.3を修理する価値があるのかが分かんないんですよね。難しいところだ。あ、しまった。上からと取らないといけないんだ。つか、このブロックって落下あるんだね。知らなかったな。これ落下するんだ。あー、そっか。じゃあさ、あれなんだ。マインクラフトみたいに、縦積みして上にいとけば夜過ごせるなんていうことないのかな、このゲーム。そっか。そうだとしたらめちゃくちゃこれレベル高いな。あ、やば。危な。よし、こいつで。あ、これめっちゃ距離が短いかも、飛距離が。こっちの方がいいな。